えー、ヒーローネーム、塩さんからいただきました。おーおー。塩で、ソルトの方。ソルトの方。塩太陽なのかなそういうことかな。えー、アニメ1話2話見ました。あ、あり,ありがとうございます。私は堀越恒平先生のファンで、えー、僕のヒーローアカデミアのアニメ化と聞き、どうだろうと思って見ておりましたが、素晴らしかったです。ありがとうございます。1> うん、第1に声がしっくりきました。おね、本当に緑や伊塚や爆豪をかすきというキャラクターの声そのままで感動しました。うん え作画も表情や動き一つ一つが細かくて一瞬一瞬に見入ってしまいました、うんうんうん。なるほど。じゃあ、塩さん気づいたかなあの、大まかのキャラクターがガヤで参加してたの。<laughs> <laughs> あの、多分ね、あの、これからもね、どっかにもしかしているかもしれないし、い能がね、本誌の方でもね、あのね、あ、この敵キャラ知ってるみたいなやつがね、<ー>出てきててね。 なるほど。うん。だからそういうのもね、あの、見ると楽しいかもね。要所要所で。あの人がみたいな。そう。このたりもする知ってるこのキャラとか先生が好きなら、絶対わかると思う。ちょっとした裏話でございます。裏話ですね。はい。ということで、もう一枚。はい、行きましょう行きましょう。行きましょうか。あ、じゃあこれ、僕読みますね。しまと。 えー、これペンネームって書いてあるんですけど、あの、大樹君さっき勝手にヒーローネームって言ったの言っちゃいました。<laughs> あの、おかしいなって思ったんだ。<laughs> あの、放送家さんが勝手にヒーローネームって書いたのかなって思ったんだけど、そうじゃないのね。そうです。分かった。<laughs> ヒーローネームで行こう。<laughs>